第2インターナショナルは社会主義者の国際組織である。1889年に結成され、1914年の第一次世界大戦において分裂した。前身は第一インターナショナル。後継組織として第三インターナショナル、労働社会主義インターナショナル、社会主義インターナショナル等がある。正式名称は国際社会主義者大会である。 1889年7月14日、パリのペトレル通りで、マルクス主義者たちが集会を催す。20カ国400名に上る代表者が出席し、主に次のことを討議した。フランスにおける、社会主義者たちの統一について8時間労働制の、主張常備軍批判と民兵制の、推進普通選挙権と議会への社会主義者の、 参加命令を国際労働運動のための休日とする1891年8月のブリュッセル大会では、労働条件のための立法を要求国際的な労働組合運動の組織化が議題に上がった。1893年8月の中立大会では、主流派社会主義者の方針が勝利し、直接行動ではなく議会進出による条件改善に重きが置かれる。また、 フリードリヒ・エンゲルスが名誉会長に選出される。1896年のロンドン大会では、前回に引き続いて、党派性を露骨にし、ヘンリー・ファインドマンの主導によって、アナーキストたちは排除される。アナーキストたちは、黒色インターナショナルを形成し、ドイツ社会民主党の組織力と統制が、インターナショナルを左右し始める。1900年9月のパリ大会では、 カール・カウツキーによって、フランス社会主義者、アレクサンドル・ミルランの場合のように、例外措置としての入閣を認める決議が採択され、加盟党派すべてが従う、戦術問題を討議し、方針を決定する権限を得た、インターナショナル事務局の設置などのブルジョア政党との、妥協とインターナショナル内の組織強化という成果があった。年月アムステルダム大会では、 日露戦争で抗戦中であった、両国代表プレハーノフと、片山戦が、大会冒頭で握手を交わし、国際的結束をアピール。フランス諸島派の統一が希望された。また、インド国民会議派の創設者で有名な、ダーダーバーイ・ナオロージーが、イギリス帝国主義をこの大会の演説で批判。これ以降、民族問題と帝国主義、国際戦争を主題として、 インターナショナルでの議論が続く。1907年シュトットガルト大会は、フランス代表ギュスター・ブエルベにより、労働者は自国の宣戦線布告に際して、反乱とゼネラルストライキで応じるべきであるという道義が提出され、さらに、ロシア代表のレーニンとポーランドロシアの代表であるローザルクセンブルクによる同志誌の修正案を受け、14名の小委員会が、 作成した長文の決議が採決された。それはという具体的な手段を明示しない混乱した希望を並べたものに過ぎなかった。1910年のコーペンハーゲン大会では軍事予算をイギリス労働党が認めたことからドイツ社会民主党との論戦が起こりイギリス代表のケア・ハーディとフランス代表のエドゥアール・バイアンによりゼネストが強く主張された。 1912年11月バーゼルで第一次バルカン戦争を受けての緊急大会が行われ、シュトットガルトとコペンハーゲンの決議が繰り返された。ベルン大会があった1913年に、それまで軍事予算に反対していたドイツ社会、民主党内部で分裂が起こる。1914年7月オーストリアがセルビアへ最後通帳を発し、 その直後の7月29日ブリュッセルでインターナショナル事務局会議が開かれるが8月9日にパリで大会を開催するという他か何ら実質ある戦争抑止策は提案されなかった結出した雄弁家であり国際主義者として辛抱を集めヨーロッパの平和を熱望していたフランスのジャンジョレスが暗殺され第2インターナショナルを導き得る 唯一の政党であったドイツ社会民主党は、戦時予算の議決を危険すべしという少数派を押し切り、8月4日のドイツ帝国議会において、戦争を支持し政府に協力する、木内平和路線へと舵を切った。フランス、オーストリアの社会主義者も同じ行動を取った。ここに、第二インターナショナルは、戦争を支持する多数派と反戦主義者の少数派に分裂することとなる。 後者の少数派は、1915年に、チンマーバルと、1916年にキーインタールで、反戦を訴える大会を行っている。ありがとうございます。